時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるこ、命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。
忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。そこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな、まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。
薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。了意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。この葦名の城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。葦の羽笛をそなたと私の符丁としよう。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。行こう。ここを抜ければアシナの城外だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔だてするか、巫女の忍びを。足の源一郎。
忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。
巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃあねえ。まことの物資が掘られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。お前さんか、わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。ああ、そこにあるそいつには妙な真似をするなよ。
行くぞ。
Thank you.
来い。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。なんだ？お前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは？忍びの技じゃ。侍には真似できぬ。忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。手に入れた忍具か。ああ、忍び義手は牙じゃと言うたが、忍具を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め打つ。仕込んだ忍具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。ずいぶんと詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが忍具を仕込んでやろう。
まことに息を吹き返したのですね。流陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは種だと？はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。分かった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？うん、白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。